だから本来、学者さんは、たった一つでもその案件、事物があれば、それは基本になる学説を疑って、なぜそうなったかっていうことを解明せなかった。それが国民にとって、豊かで幸せにつながるんであればね。でもそうじゃなくて、学説に合わないものは、エセだとか、ありえないとか、たまたまだとか、加えてきた肥料を吸ってるとか、そういうふうに持っていくと。で、これからその、まあ、杉山修一先生とかができた野菜とかを解析するとするじゃないですか。なんしますね。で、いい結果が出てくるじゃないですか。見てますね。まあ、わかんないですけどね、やってみないと。ただもう、体系自体は完成してるから、肥料やってないのに、例えば3倍とか5倍とか10倍のね、収穫量があるわけだから、それが一体どうなってるのか、ということを、菌にしても、土にしても、作物にしても、DNA 解析をして、ビッグデータと照らし合わすことで、何がどうなってるかっていうことが、科学的に証明できるっていうことそういうのをいくら積み上げても、学会としては全く認めようともしないってことですか？結局。これからの将来的にも。です。いや、ただ、仕組みが全部科学的に理路整然と説明できれば、それはありでしょああ、そっか。う。そうでなければ、科学の根本が覆るということだから。なるほど。ちょっと待って、そもそも農業部会っていうのは何なんですか？農業部会は、参政党の政策要件に、自然栽培で我が国を自給させてもらって、で、そのために加賀プロジェクトっていうのが、石川県で設立されてやられて、その自然栽培をなんとか世に出して、国民が自然栽培で自給できるように、どうしたらいいかなっていうふうにと考えるために設立。で、これはもう神谷さん自身が言い出した話で、設立したのは神谷さん。90分の面接やったんです。もうすべてを話したつもりなんですね。なぜそうなのかっていう。選考委員長が学識経験者で、私の言った、その土壌と微生物の関係、で農業は何がどうなってるか、何が邪魔してるか、でそれの解消方法とか、収穫量を普通の農法以上にする方法とか、話をしたら、全部理解してくれたんほう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 。です。で、選考は技術部門トップで通って、で、生産技術チームですね、市の委員にもなったんです。おととしの12月に説明会をやって、それから去年の2月からスタートして、全国70カ所で、この栽培体系の実証実験をスタートした。70箇所。で、薮田さんの農法を70箇所でやってるってことですか？一斉に。一斉に？あ、すごいですね。70箇所で、どんなことを実証実験してるんですか？例えば。まずは菌の培養。この間、何でしたっけ？なんかこう、ほとんど無料で作れる菌があるっておっしゃってましたよね。ああ、そうそうそう、光合成細菌ってやつね。ああ、それを全国で培養してるんですか？で、その70箇所スタートっていうのは、その培養するために必要な種菌ってあるんですよ。ほうほう、種菌。それがちょうどうちにね、その段階で1トン500しかなかった。で、20リッターずつ70軒に送った。で、それを使って、培養をそれぞれの70箇所で開始して、菌を培養して、それを畑や田んぼに使ってもらう。なかなか大変ですもんね。それは、めちゃくちゃ大変だと思う。大学がね、代わりにやってくれたらいいことやけど。まあ、やらんわね。ね。茨城大学の小松崎ドクターは、たった一つの試験項目に対して、試験区対象区、
全部で72パターンを用意して、ようやく証明できるっていう。それ普通の人は無理やから、そうですね。ちょっと暗礁に乗り上げてたけど、はい。4人目のドクターさんが、杉山修一ドクターで、はい。いや、そんな必要はない。あ DNA 解析で、ビッグデータと照らし合わせて、あ。解析証明ができるっていうな話。るほど、不安ではいけ。なるほど。ああ、そういう。あ、そういうことなんですね。そういう話。なるほど。なんか YouTube でひろゆきさんって言ってるじゃないですか。ああ、聞いてますけどね。ひろゆきが、なんか、その参政党が、まあ、国政政党になった時に、なんか神谷さんと対談みたいな番組でして、で、参政党は、農業に対して、自然農法とか、オーガニックでやろうとしてるけど、で、そんなんしたら、まあ、日本が逆に飢えるんじゃないかと。だから、そんなことするべきじゃないと。もしそれが実現するんだったら、しっかりとした数値とかを出してくれみたいな。なんかそんな話を番組でして、そのまま、なんかちょっと噂では、神谷宗平逃げたみたいな話になってて、まあね、X とか Twitter 見てたら、なんか、あの話はどうなったんだみたいなことを今でもこう突っ込まれてるわけなんですけど、それを実際に、矢端さんの農法を使って、で、実証しようとしているのが今ってことですよね、ほんだら。あ、そういうこと。なるほど。で、もちろんね、農業部会でその話は出てるし、どうやって証明しようかということで、今回、杉山修一ドクターと、そういう話、ね、やれます、やりましょうという話になって、何が何でも完成さそうかとおお、すごい。いうことになってます。そういうことだったんですね。わ、すごいですね。でね、その時給の問題ですけど、え、何の問題ですか？時給、我が国が時給できるかどうか。ああ、はいはいはい。はい。で、それはね、日本の国農地って400万ヘクタールなんです。で、昔の換算でいくと、4000万人分の米しか取れない。で、それが、今の技術は4倍になってて、全部で米作ったとしたら、1.6億人は増えるんですよ。ああ、今の田んぼで、で、それがね、この農法で、究極突き詰めていったら、3.2億までいけるわけです。おお、倍以上なんですね。倍以上はまあ楽勝かな。まあ作るものにもよりますけどね。まあそれぐらいの能力、ポテンシャルはあるなというふうに見てるんですね。おお、すごいですね。で、まあ、ちょっと、それるけど、カロリーベースで38%って言われてるじゃないですか。でも今実の際、自給率がね。現場では7割は作れてるって言うんです。もっと作ってるんじゃないかと。作ってる。栽培してるのはね。全農産物の70%ぐらいは作れてるという話です。今度は自給率もっと高いんじゃないかっていうことなんですか？実際で、は。自給率を落としてるのは、家畜の餌なんですよ。その家畜の餌が、ほぼ100%輸入やから、自給できてないっていうことになるんですけど、家畜の餌をなんとかできたらね、7割は作れるわけ。なんか小麦とかでもほぼ輸入やから、それも足引っ張ってるって言ったんですもんね。まあ、全体は足引っ張ってるけど、まあ、米含めてね、70%はまあいけてるっていう見方もあるんです。だからもうちょっと頑張ったら、いっぱい行くんです。あとは肥料の輸入の問題だとか、農薬の問題とかね、あるけど、この体系でいけば、肥料も農薬も自分とこで肥料、農薬いらんから、すべて完結するんですよね、国内。それってすごい国守りでしょ。国防力。これは達成できるというふうに見てるし、
で、その7割作れてるっていう、農産物の金額って3.2兆なんです。で、7割で3.2兆やから、5兆あったら100%国が買い取れるわけでしょ。それは米がですか？いや、すべての、農産物ですね。農水予算って2.3兆しかないんです。ところが、隠し玉の特別会計100兆ぐらい持ってるっていう。がん自然災害でやったら、がんも病気も医療費も全部なくなるから。ですよね。今の政権与党はもうビビってそんなこと絶対できない。もう参政党に政権取ってほしいなぐらいに思うけど。そうですね。いや、これからでも、ちょっと参政党が、世の中の農業を変える可能性は十分これ、あるってことですあね。ります。いや、それってでも僕全然知らなかったんですけど、多分これを見てる、党員さんもほとんど知ってないと思うんです。これなんでこんだけ知らないですか？農業部会そのものは、正式な組織図に描かれてないんです。ああ、そうなんです。なんでか分かる。組織図。でも存在してて。もう1年半かな。毎週月曜日ミーティングですよ。まあもう、まあ私が見る限りはね、もう日本のトップクラスの切れ者が揃って、物流と、農業部会のことと、政策と、から生産技術と、一生懸命、どうしようか、ああしようかって、いろんなことをやってきてます。だいたい最初に描いた計画通りに進捗はしてます。計画通り。素晴らしいですね。そういうのが、人が集まってるのが農業部会なんですね、参政党の。そうですね。だこの間ね、全国行脚で最後、京都やったけど、プレゼンやってた日吉さん。日吉さん、普通ね、あれぐらいのプレゼンね、きっちりできる人ってそんなにいないですよ。いや、めちゃくちゃ面白かったですよ。そうなんか多分もう日本のトップクラスでしょ？あの、そうさ。ですね。そんな人の集合体が農業部会ねです。私はまあたまたまやけど、そこに入れてもらって、え。すっごい勉強なの。そうですか。いやー、素晴らしいですね。農業の知識、経験、ゼロでできる。僕でもいけます？できます。ほんまに？それはもう言い切るわ。ああ、ほんますか？ありがとうございます。去年たまたま、全く未経験の人が、1万5千平米、夫婦2人で、見よう見まねでやって、すごい成績出して。ああ、そうなんですか。普通の農家の人がびっくり。ああ、そうですか。こんな取れてんの。それと、今までね、もうむちゃくちゃに使いまくった畑、傷んだ畑、一晩で修復できる。どういうこと？ そうなんですか。今まで、普通で、やってる畑か観光ら、の方でやってる。自然栽培に5年、10年かかるよって言われてるけど、一晩でできる。いやー、それなんか、もう、常につままれた話ですね。で、しかもそれ、大した労力なく、もうちょっとしたことで、1時間もあれば、1時間もあれば すごいですね。すごい。通常栽培の倍以上。例えば株だとかね、葉っぱとか、そういうものは10倍10倍。とか。株らが小株、で、まあ、よう言っても、テニスボールぐらいが普通やのに、人間の顔ぐらいになるんだよ。しかも、筋も数もなくって美味しく食べれて、重量比で言ったら10倍どころちゃうから。そんなの普通にできるし、これでも全て克服できるでしょ。そうですね。どんな素人でもすぐできて、今日の明日で変換できて、収穫量が
もう誰ももうびっくりして喜ぶぐらい収穫度があっいて。やー、で、それの結果、国はい。民がね、飢餓も貧困もなくなって、病気もなくなって、みんな幸せになれるん。ですね。で、しかもこの資材ってお金をほとんどかかれへん。金の培養するのに、もうほんのわずかの米ぬかがあれば、例えば1万平米やるのに、米ぬか1キロあれば、コイン精米所を回って、これ行ったことないけど、なんか置いてあるらしいね。あ、置いてますよね。あれ持っゆて行っり。たら、1キロあって1万平米できる。すご。あらでしょ。まあそんなね、ポイントがあります。いや、それは広がっていったらね、自然農法があっという間にひっくり返りますよね。そうそう、農業そのものがね、ひっくり返る。もうすごいですね。そう。まあね、外国に取られて持っていかれる前に、我が国で完成させて、実践して、我が国のお家芸や、そうですね。外交にも使えるんちゃう。まあ、そうですね。まあでも、いずれにしても、こう、未来が明るくなるような話ですね。あ、そうだね。暗い話一つもない。ですよね。みんな幸せ。それができるのは、やっぱり参政党以外にないと思そうですね。しがらみもないしね。そう。